皆さんこんにちは、アイリスです。今日はアイリスの簡単中国語の話です。今日は日常でよく使う言葉の第2弾です。今日は感謝の気持ちや謝るの気持ちを伝えたいときにどういう言葉を使うのかレクチャーしたいと思います。でも感謝の気持ちと謝るの気持ちの中でレベルが違うので使う言葉も違います。それどういう言葉を使うのか今日はちょっと皆さんにレクチャーしたいと思います。一緒に見てみましょう。どうぞ。あざーす。謝啦。謝啦。謝啦。ありがとう。谢谢谢谢ありがとうございます。非常感谢非常感谢非常感谢はい、このありがとうはだいたいシチュエーションによってお仕事の会話とか友達の会話の中で使うがちょっと分けてるんだけど、でもだいたいシエシエそれだけを覚えたら大丈夫です。はい、次は謝りたい時に使う言葉をレクチャーしようと思います。じゃあどうぞ。もし中国にいたら感謝の気持ちとか伝えたいときにぜひこの言葉をその人に伝えてください。それではまた次回も楽しみにしてください。じゃあ今日のレッスン終わりです。また次回ね。バイバイ。